浦部、怒ってる？何を？ごめんな。でも早川さんは椿くんが中学の時好きだった女の子なんでしょ。実は私もこの高校に転校してくる前に好きな人がいたの。あの頃はその人のことが本当に好きで、いつもその人のことばかり考えていたわ。嘘だよ。え？嘘。全部作り話。ごめん浦部、本当にごめん。椿くんって本当に男の子なのね。確かに俺はつくづく男だな。